絶賛オーディション中だったとかそうだねえ福村さんが一生懸命うん頑張れる子うん頑張れる子どんな子でもいいから頑張れる子に入ってきてほしいなって言ったけどでも15期は本当に頑張ってるなってありがとうございますんかメイちゃんとか本当になんだろう やってくるんんだよねあそうわかかりまなメイちゃんこそ頑張ってる姿をあんまり見せなくなんかどちらかというと北川とかの方が「あのやらなきゃやらなきゃ!」ってなりながら「本当に明日までに覚えてくるんで」みたいなことを言って本当に覚えてくるっていうそれも全然すごく偉いパターンなんだけどメイちゃんは本当に何も言わずに「あそこ3.5だよ」とか言って あげたりもするし、<laughs> ちゃんと振り付けも覚えてくるから。す,ね、すごいな。って。うん、そうですか。ありがとうございます。ミュージックブラ。 さスティンさせてもらった時もさ結構大変でした一日に3曲くらい覚えてそれを先生に教えていただいて家に帰って復習してまた次の日に3曲くらい覚えてっていうのがすごい続いていたので結構大変でしたそりゃそうだよね本当にみたいな感じにね聞こえるけどねすごい大変なことやってるそうですよねって動きはねえ 私は、怖い先輩にならなああの。どうだったぶっちゃけどうだった何ですか最初の方は怖かったですが、今はすっごい面白い。今なんかさ、中国品ちょっと甘いよね。いやあの、割と二千十九年頃から、あのあの横山玲奈って人にちょっと影響を受け始めていてというか、 ふざけがちになっちゃってうん、十三人ふざけてる。そうなんです。なんかあの、ふざけるテンションになっちゃうんですよね。だから、あの、なんでしょう。今、その、十五期の三人からの、私の印象は多分、ふざけた人だと思われ。ふざけるかなとは、私も思ってます。ふざけ。うん、どそうですか。ぶっちゃけどうぶっちゃけですか。ぶっちゃけは。ちょっと、ちょっと思うところあるか。思いますね。そうなの。あ、なるほど。 <laughs> <laughs> ふざけてますかねまあでもふざけてても、うん、真剣のな、うん、やることはちゃんとやってるつもりでやるんで、はい、でも確かに研修生の時のカイディ見てるとめっちゃ怖そうだもんね <laughs> なんかこっちまで加賀さんって言いたくなる <laughs> 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 なんかすごいいろんな人に言われるんですよなんか<ー>この間も森戸さんと喋ってて、うん、なんかあの 研修生とメンバーっていう立ち位置だったのに、うん、なんか怒られそうで怖かった、うん、<laughs> 怒らない怒らない怒れないと、えー、でもなんか別に厳しいただ厳しい先輩っていうよりかはもう本当全うしてるって感じだったかもうこれをちゃんとやらなきゃ気が済まないっていう人あ<ー>あそれは確かにそうもともとの性格はそうですね,ねに見えてたけどもて16期入ってきちゃいますよわ